骨に見える白い部分は、このホヤ類の、エラの中に走る、横に走ってる血管が白いんですけど、で、黒い部分っていうのはこうパンダの顔の目と鼻みたいに見える部分がこう頭のところについてるんですけども、これは本当にただの模様で、何のためにこの模様がついてるのかといったことについてはよくわかってません。